ラッシュストレージの容量なんですけど、これは256GB のままです。もう一個上だとね、512でしたっけ？上げられるんですけど、めっちゃ高い。プラス44,000円ぐらい。これはちょっとあれだと思って、早速電源入れておこうか。OK! ちょっとじゃあ、手元カメラに変えてよ。じゃあ電源、オン！あれ？おぉ！このおなじみだよね、一発目でおおってなる。きた。うん、主に日本語を使用する。すいません、飯食いながら喋って。キーボード配列を選択してください。すべてを表示する。琴襟じゃなくね、琴襟でいいの？ちげえか、琴襟にしとく。キーボードを操作に慣れていますか？いいえ、はい、はいにしとこうか。この Mac に情報を転送、移行アシスタントを使って後で情報を転送することもできます。別の Mac から Windows PC から別のディスクから。今は転送しない。今は転送しません。この Mac で位置情報サービスを有効にする。どうなの、有効にしといた方がいいのかな。使う、一応やっとくか。バッテリー食いそうだけど。この Mac で iCloud を設定、一応使っとくか。この Mac で Mac を探そう設定、すげえな。この Mac でこの Mac を探すの違うよね。写真変えようよ、写真変えらんないの。半目、もう一回。なんで今カウントダウンのスピード早まった？2回目だから。だからいい加減にしろよ。はい、もう次、はいはいはい、次早くやろう、早くやれよ、ピピピピピピみたいな。冷てー、イエーイ、ありがとうございます。設定が完了しました。この Mac を使用する準備が整いました。 Mac を始める。おお、出ちゃったよ。もうここまで来たらあれだね、もうあとはもう好きにしてくださいだ。はい、というわけで MacBook Air 2012の開封の動画でございました。これからね、Mac は初めてじゃないんで、いろいろ使い方は知ってますけど、ノートブックというのは初めてですんで、これからどういう風にね、使い倒していこうかな、遊び倒していこうかなと思うんですけど、やっぱ外持ってって、あれをやんなきゃいけないんで、どうも、ごくごく、ごくごくばっかーを やりたいんで。いいね、また、リフレッシュした生活がこれで始められるかな。というわけで、MacBook Air 2012の開封でした。ではさよなら。次は、いろいろまた使ってみてる動画をバンバン上げる予定なんで、そっちもよろしくお願いします。ではさよなら。よし。今日はちょっと、急ぎ足だったな。